こんにちは。ミスタージャパンコンテストセミファイナリストの向井裕樹と申します。前回の動画を見ていただいた方は2回目だと思うんですけども、初めての方もいらっしゃると思うので改めてご挨拶させていただきます。今回は前回もお話ししていた通り、僕の地元関西の滋賀県についての動画です。最初に滋賀県の簡単な説明をした後に、自分がおすすめする滋賀県のおすすめスポットをご紹介していこうと思うので、ぜひぜひ楽しみに動画を見てもらえたらと思います。まだ1回目の動画を見れていない方は、こちらのサムネイルの動画を1本目見てもらって、この動画にまた戻ってきてもらえたらなと思います。まず滋賀県が日本のどこに位置しているかがわからない方もいると思うので、お伝えしておきますと、滋賀県は日本のちょうど真ん中、写真出てると思います。この赤いところが滋賀県なんですけども、拡大するとこんな形をしています。初めて滋賀県の形を見る人もいると思うので、目に焼き付けておいてください。はい、では突然ですが、ここで一つクイズです。滋賀県にある水浮き琵琶湖は滋賀県全体の何分の何でしょうか。じゃあちょっとだけシンキングタイム、よーいスタート。はい、シンキングタイム終了です。皆さん答えは出揃いましたか。はい、正解は、6分の1です。あれ、ちょっと思ったよりちっちゃいなと思った方いると思うんですけども、これが実際の琵琶湖の大きさです。琵琶湖は滋賀県の6分の1という知識は、確か小学校か中学校ぐらいの時に社会の時間で習うと思います。滋賀県出身の人はほぼほぼ知ってるかなって思う知識なので、身近な友達とか知人に滋賀県出身の人がいたら、これを見てる人はぜひぜひ問題出してみてください。はい、では堅苦しい勉強のお話は来たと思うので、これからは僕がおすすめする滋賀県のおすすめスポットについて話をしていこうと思います。おすすめスポットは合計で4つあります。どれも楽しいところなので、ぜひ見ていってください。それではスタートっていう感じでスタートしようと思ったんですけど、少し皆さんに謝らなければいけないことがあって、前回の動画で出身地の動画を出すときに関西弁オンリーで話すっていう話をしたと思うんですけど、敬語だと関西弁が使えないことを発見しまして、これどっちの方がいいかなって迷った時に、まあ初めて見る方にタメ口で喋られたら鬱陶しいなとか、変な感情が覚えるなって思ったので、申し訳ないんですけども標準語で話させていただきます。はい、というわけで、これから僕のおすすめする滋賀県のおすすめスポットを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。まず一つ目は、琵琶湖です。琵琶湖の中でも近江舞湖というところがとても僕はおすすめしていて、近江舞湖は琵琶湖の西側って言ったらいいかな、左側に位置していて、水がとても透き通っていて、海に比べて塩分が含まれていないので口に入っても酸っぱくならないのが特徴です。もし近江舞湖行く人がいたら、バーベキューセットと水に入れる準備をして行ってみてください。二つ目はメタセコイア並木です。メタセコイアという植物が 2.4 キロの道路の両側に500本植えられているのがメタセコイア並木で、メタセコイアの数が多いので迫力があるのは当然なんですけども、季節ごとに違った景色を見れるのがとても僕的にはおすすめです。例えば4月下旬から10月上旬頃までのメタセコイア並木は緑一面で、秋口だいたい10月の下旬から12月の上旬ぐらいまでかなは紅葉で、辺り一面がオレンジ色になって、12月下旬から1月の上旬は葉は散ってしまうんですが、雪が降ったら枝の上に雪が積もってスノーツリーができて、とても景色が良くて、自分は秋と冬にメタセコイア行ったことあるんですけども、そのどれもが本当に迫力があって綺麗なので、ぜひぜひおすすめしたい、スポットの一つです。3つ目はラコリーナ大宮八幡です。ここは外観がとても可愛くて、夏場には屋根の上に芝生が生えていて、辺り一面緑色になります。中に入るとインスタ映えのスポットがあり、3年前の僕はこういう写真のように格好つけて写真を撮っていました。ここでとても有名なものがバームクーヘンで、バームクーヘンの焼いているところを見れるコーナーがあって、見た目とか匂いとかにこう引き寄せられて、毎回ラコリーナに行ったらバームクーヘンを買ってしまう僕がいます。4つ目は琵琶湖テラスです。はい、写真にもある通り、琵琶湖が辺り一面見渡せる、高台のスポットです。
ここには、カフェとかがあって、こうお茶を飲みながらとかコーヒーを飲みながら滋賀県の景色を見渡せるところが特徴的で、外にはブランコがあるので、ブランコに乗って写真を撮ったりするのが、まあ、写真映えスポットの一つなのかなって思います。冬になると琵琶湖バレーという、スキー場に変化するので、琵琶湖テラスに来たい人は、まあ、冬じゃない春から秋にかけて足を運んでみることをお勧めします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。滋賀の魅力をたくさん伝えようと、まあ、限りある時間の中で喋ったつもりなんですけども、伝わりましたか。他にもまだ説明していない、おすすめスポットはたくさんあるので、今の時代だとインターネットとかでも調べれる媒体がたくさんあるので、ぜひぜひそちらを見てもらって滋賀県に足を運んでもらえたらなと思います。今年はコロナの影響もあって中止されるのですが、夏場には琵琶湖の花火大会という花火大会があって、本当に綺麗なので、まあ、写真も多分今ここに載っけようと思うのですが、本当におすすめなので、ぜひぜひ行ってみてほしいなと思います。来年頃にはあるのかな、ちょっとまだコロナの情勢的に、都合がわからないんですけども、本当におすすめで綺麗な花火大会なので見に行ってください。はい、こんな感じで滋賀県は自然豊かで、人もそんなに多くなくて心穏やかになれるとてもいいところなので、ぜひぜひ時間があるときに京都とか大阪とかに遊びに行ったついででもいいので、足を運んでみてください。それではミスタージャパンコンテストセミファイナリスト向井優希の出身地についての動画でした。バイバーイ。ありがとうございました。